病棟国立病院機構東京医療センターは、独立行政法人国立病院機構が、東京都目黒区東が丘に設置する病院。国立病院機構東新越グループ事務所の所在地でもある。旧国立東京第二病院、国立病院東京医療センター。政策医療分野における、感覚疾患の高度専門医療施設、癌の基幹医療施設、循環器病、 精神疾患、生育医療、免疫異常、腎疾患、内分泌、代謝性疾患、血液、増血器疾患の専門医療施設であり、高度総合医療施設に位置づけられている。地域医療支援病院の承認を受ける。急章、国立東京第二病院は、新宿区にある、独立行政法人国立国際医療研究センターの急章。 国立東京第一病院に対するものだが、本病院は海軍軍医学校第二附属病院を起源の一つとしており、陸軍由来の国際医療研究センターとは歴史的にも別組織である。慶応義塾大学病院の関連病院に含まれている。現在の病院長は慶応義塾大学関連病院会の会長である。 国立病院機構の感覚器疾患研究の総本山であり、国立病院機構で唯一視力矯正手術を行っている。東京医療保健大学東が丘看護学部、ありがとうございます。